それを求めるのにタンジェントが必要なんですね、うんうん。さて始まりました。三角関数が好きになっちゃう放課後。好きになっちゃう放課後は毎回特定のテーマについてメンバーがその魅力を語り合って、視聴者の皆さんと一緒にそのテーマを好きになっちゃおうと、そういう企画になっております。今回はこんな皆さんに来ていただきました。はい、文化三類なんですけど、別に数学得意じゃなくてもね、数学好き言いたい、はい、っていうことでやってきました。数学大好きです、はい、トムです。はい、こんにちは、数学科鶴崎さのり以上どうもこんにちは、物理で数学で書いてきたナイスガイスガイですということで、おい、どうした MC 自己紹介するのかと思いの皆さん、うん、いやもう MC なんもう分けちゃいけない、こう一体となって、あ、一体となってねそう、何が知らない側だよという、うん、三角関数知ってるでしょ。知ってるに決まってるじゃん、はい、どんだけ三角関数使ったことがあるか。最高、普通の人の700倍ぐらいは使ってる確かに三角関数ね、悪く言われすぎなんじゃないのっていうそうだ、悪者にされすぎ、そうだ、おかしいよね。みんなサイン、コサイン、タンジェント、うん、分からないものの代表として言ってるんだから。そう、いやでもとはいえ、うん、とはいえでもみんなサイン、コサイン、タンジェントとも言ってくれてはいるわけ。確かに、名前だけは覚えて帰ってくださいって、本当に名前だけ覚えてくれましたっていうね実はみんな好きなんじゃないか説、ああ、ここ俺唱えていきたい。なんだかんだね。なんだかんだ。なんだかんだ。でここでみんなにこう名前だけ覚えて帰っていただいた皆さんに顔も織り込んでいく。はい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 。サイン代表。サイン。コサイン代表。タンジェント。僕タンジェントか。コサインがいいな。コサインがいい。コサインがいいな。私もコサインがいいな。なんかさ、コサインさ、コサインの方がさ、こうなんていうの、正感ない。そうだよ。まあそう。コサインの方が正説で。サインの方が寄せつ感ない。ちょそれはね、やっぱコサインが X 軸だから、ね。そう。いやそうだよね。そうだから、ね。それもある。なんか違うよ。うん、あ、皆さんちなみに今日の3人はコサインの方が正感ないが通じるメンバーでお送りしております。ちょっと視聴者の皆さんのために一回聞いておきたい。はい。三角関数っていうのはそもそも何なんですかっていう。何なんですか。何なんですか。難しい話をしますね。じゃあ何のためにあるんですかぐらいで。何のためにやるんですか。何のためにもか、まあ僕が思ってるのはやっぱ角度の計算ですよね。はい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 。例えば、うんうん、大きな、ピラミッドがあります。あります。ピラミッドを見上げました、うん、45度になりました、はい、そしたら高さどれくらいなのかなとか測れなくても分かる。逆に言ったら高さどれくらいになったら見上げる角度どうなるんだろうみたいなね、うんうん、距離と角度ってやっぱり密接に関わってるわけですよ、うん、距離と角度を結びつけるのが三角関数だと。なるほど。思うわけです。だから自分が動かなくても距離測れるんだぞってこう言ってるわけよ。そう、ちょっと学習指導要領的な言葉遣いでいくと、はい、三角比と三角関数ってとこがあって出た、はい、1年生の時に出てくる時まだ三角比という名前だったと思うんです、はいはいはい、で2年生で登場するとこいつなんか三角関数という名前にレベルアップしてグネグネしたグラフがくっついてくるんですけど、はいはいはい、こういうやつね、こういうね。あ、そうだから何の話をしてるんだうるせえと、サイン45度が何だったか覚え方をとにかく言えやと皆さん思ってたかもしれない。でもサイン45度は別に考えればわかるから。そうなんだよな俺たち悪い癖があって考えればわかるよなとか言っちゃうんだよな。いやダメでしょ。ダメです。あ、じゃあどうしても覚えられない人に、うん、まあ、は有名な覚え方で、うん、まあ、こう単位円があって、はいはい、三角形こう書いて、うん、サインどっちかなってなった時にこう筆記体の S、まあ、かける人っていうか、うん、こういう風に書く時にこうなってるから、うん、まあ、ここ分のここ、はいはいはい、これがサインで、コサインは C って書くから、はい、ここ、はいはいはい、ここ分のここ、はい、いつも分母が先、はい、でタンジェントは T ってこう書いてここ書くからここ分のここみたいな覚え方がまあ一応あります、うん、ありますね、ありますね。これ有名なのでぜひ覚えて帰ってください。じゃあ2年生になった人、はい、ちょっとさらにちょっと出くわすじゃないですか、はい、関数とやらに、うん、三角関数になるともうサインは Y 座標、コサインは X 座標、以上以上、はい、これ2個だけ覚えろ以上これ2個だけ覚えろ。サインは Y 座標、コサインは X 座標、以上。いや加法定理がないと何もできない。加法定理は自分で見つけ。加法定理は覚えた。加法定理は覚えないと。加法定理、うん、語呂合わせで覚えた。もう加法定理、あ、加法定理なんて覚えた。サイタコスモス、コスモスサイタ。ああ、私違う。何？私サチコ、小林、小林、サチコ。出た。ありがとう小林サチコさん。小林サチコさん。ありがとうラスボス。ありがとうラスボス。ありがとうございます。あなた本当に高校教育に貢献しています。高校教育に貢献。
これからも派手な衣装で頑張ってほしい。じゃあちょっとトムの今実際に使っているもの、これなんかあるんですか？なんか三角関数を直で計算して使うっていうよりは、はい、三角関数が使われている技術を私が使うみたいなことが多分場面として多いと思うんですよ、はい、まず私にすごい関係あるのは音楽。音楽、そう、音楽ね。音楽は波だから、波だから、あれ波って周期性ある、うん、なって、まあ、三角関数で全部ね表せるんですけど、音は波になってね空気中伝わってるんですよ、まず一旦ね、うん、はい、OK、はい、どうぞ。これを見ているバンドマンの方は、はい、イコライザー使いますよね。おお、うん、見てるかバンドマン。見てる見てる、今見てる。そう、イコライザー。バンドマン以外。イコライザーって何ですか？イコライザーって何ですか？イコライザーっていうのは音の高さって波のこの頻度ね、周波数、はい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 、これで決まるんですけど、特定の音の高さだけなくしたいとか、うん、もうちょっと持ち上げて音量大きくしたいとか、うん、バランスをね、あの変えたい時があるんですけど、うん、その時イコライザー使うんですけど、うん、このイコライザー波を解析しないといけないから、はい、三角関数についての研究いっぱいしてないと作れないはず。お、うん、確かにね。で、低い音と高い音が同時になってて、この高い音だけを大きくしたいという無茶リクエストに応えてくれると。そう、ここでフーリエ変換っていう変換をして、それで分離してると。いいこと言いましたね、うん、フーリエ変換ですって。そう、私が一番大好きな変換。お、フリ変換だそうです。僕は学んでません。あれ、あ、そうなんですよ。そう、数学科の人あるは、数学科は必修にフリ変換が入ってません、東大は。そう、あ、そうなんだ、うん、数学科あるあるですよね。まあ僕も必修かと言われたら微妙だけど、まあでもやり散らかしたけどな、フリ変換。工学部の方がやってるんですよ、うん、工学部の方がやってる。皆さん、フリ変換っていうのは波っていうのはまず重なることができて、うんうん、こういう波とこういう波を足すと、うん、こういう波になって、そうそうそう、でこれがこうピアノの音色みたいなものがあるんですけど、はいはい、これを2つにこういうものとこういうものでできてますって分解することをフーリエ変換とか言うんですね、うんうん、それができるのがすごいよね。そう、うん、よくできるわ。美しい、素晴らしい。三角関数はもうやらないとかない、はい、y イコール x と同じくらい重要な関数なんで、これは覚えてください全員。じゃあ鶴崎さん、なんかこう、はい、仲良くなったきっかけとか、めちゃ便利、最高みたいなところ。これはですね、やっぱ円なんだよ。円なんですか？コンピューターに円書くのどうすればいいと思いますか？お、ね、コンピューターにコンパス置いて書いてると思いますか？そんなわけないですよね。コンピューターに円書きたい時ってありますよね。当たり前ですよね。あります。ゲーム作りたい時、まあ、僕は弾幕シューティングのね、はい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 、ゲームから入ったんで弾幕をこう円形に出すみたいなのがありますけど、はいはいはい、円なんて必要ないわけないよね、うん、そのバリアとかさ、はい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 、その円だよね、ボム使った時に、そうボムとかね、円だよね、うん、その円を書く時、中心と半径を決めたら、はい、半径 R だったら X 座標 R コサインシータ、Y 座標 R サインシータ、これで決定するわけよ、はい、でシータを動かすとビーンと、はい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 、点が打てて、ボボボボボボと円が書けましたと、うん、で弾幕だったらこうその方向に角度決めたら弾がどん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 飛んでいくと、うんうん、それがないといけないわけよ。そういうことってことは、もうコンピューターで円描こうと思った瞬間に三角関数に触れざるを得ないわけ、うん、でもう一個傾きを求めるときもね、はい、やらなきゃいけないわけ、うん、例えば自分を追ってくるこの AI みたいなのを作りましょうと、そしたら今敵がいます、自分がいます、うん、追ってくるためにはこっからここまでの角度が分かんないといけない。これだったら例えばこの60度ぐらいかなみたいな、はいはいはい、それを求めるのにタンジェントが必要なんですね、うん、だって分かってるのはここの距離とここの距離であって、はいはいはい、ここの距離ではないんだから、はい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 、パソコンってだって画素が並んでるんだから、はいはいはい、画素は横と縦に並んでるんだよ。そう、 X 座標と Y 座標しか分かってないんだ。斜めには並んでないんだ、はいはいはい、だからここを数えることできない、うん、これを計算するためにタンジェントが必要なんですね。もうサインもサインもタンジェントも全部必要なんで、円描くときと傾き描くとき、うん、もうコンピューター使う人だったら絶対覚えて、うん、そう、皆さん、コンピューター、私はプログラマーにならないと思ってますか？1億総プログラマー時代です。そうです。70億総プログラマー時代到来してます。そうです。到来してます。到来してます。円と共にあれ、これね、円と共にあれ。三角関数のめちゃ便利
とか便利ね。最高最高。やっぱり僕はですね、極座標を押したい。極座標という座標がありますね。はい、あの普通の座標ってね、 X と Y を決めることで、はいはいはい、あのだから道路のマス目みたいにこうなってるわけですね、うん、で一方極座標っていうのは原点からの距離と、うん、角度で決まるわけですね、うん、その極座標を記述するのにサインコサインは使うんですね。さっき言った通り、X 座標は R コサインシータ、 Y 座標は R サインシータ。これで表すと回転した時とかね、まっすぐの XY 座標で回転っていうの難しいんだけど、極座標ならこの角度を変えるだけです。簡単ですね。そんでしかも極座標は複素数平面ともね、はい、関わりが深いんです、はい、皆さんあの虚数単位 i をね、うん、ご存知だと思いますが、うんうん、i の2乗イコールマイナス1という、ね、はい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 、不思議な数、これをかけると、まあ、物が回転したりするんですね、うんうん、でそのコンピューターとかにもこう回転っていうのがね大事になってくるわけよ。だから極座標高校で多分習うと思うんですけど、習わん人もいるかもしれない、うん、でもマジで一つの座標の形として大事なんで、皆さんねこういうあのウルトラマンみたいなね、うん、XY 座標だけじゃなくてこのピザみたいな、そうね、極座標のことをね、逆にみんな極座標出てきてない、みんなマジで焦った方がいいまである。そう、焦った方がいいまである。焦った方がいいまである。極座標やってないとやばいぞ。煽るな。極座標ね、いいよね。僕物理の博論、はい、ガチガチに全部極座標で聞きました。いやでも確かに便利そうですね。そうっていうのは僕の研究分野渦巻き、渦だったわけですね、うん、だからここ見てんのも、はいはいはい、ここ見てんのも、ここ見てんのも、ここ見てんのも一緒なんよ。なるほどね。回転対称性があると言いますが、うん、そういう時、うん、極座標 X と Y で書いたら、うん、ここのことって X と Y 両方、 X と Y 両方ある計算 しなきゃってなるんだけど、うん、ここのこと全部もう角度どうでもいいから、うん、どこ見ても同じ渦があるから、うん、距離だけ分かってればいいので、うんうん、変数が一つ減らせるんですよ、うん、素晴らしい。大きい。なんでそれのおかげで僕の博論短くなってますよ。だから素晴らしい。これなかったら2倍の長さあったよ。200ページになっちゃった。もう意味わかんなかった、ね、X の2乗たつ Y の2乗をルートしてみたいな。そうそうそう、もう意味わかんない。なってたから、いやもう実は超重要極座標、うん、毎日使ってた、うん、最高最高最高。怖がることなく、まあどうせ通んなきゃいけないんだから、やっぱ通れって言われてるってことは役に立つもんなんだから、皆さんちょっとぐっとこらえて一緒にやっていきましょう。三角関数にくじかれそうになった気持ちがね、うん、なった場合ここに戻ってきていただいて、うん、三角関数やるとこうなれるんだ、うん、意味わかんないことしか言わない数学オタクになれるんだと思って、これを心の拠り所にして、円とともに皆さんありましょう。だ今日覚えて帰るのは、コサインは X、サインは Y。そう、それ、これだけなんです。これだけ覚えていけばいいんで、あとは聞き流しでいいんで、コサインが X、サインが Y、うん、それだけは覚えて、めっちゃそれを押す。名前だけじゃなくてね、うん、それは覚えて、今日それだけ覚えて帰ればいいんじゃないですか、うん、あとは円と共にあれみたいな、円と、円と共にあれね、円を想像する。今日何分の動画になってるか知りませんけど、はい、はい、何回登場したでしょうか、この言葉、うんうん、皆さんもぜひ、三角関数の友達に今からなりたいなという人はそういう感じで、はい、三角関数のすでに友達の皆さんは、あの三角関数のいいところぜひコメント欄にお寄せください、うんうん、僕らも語りきれてない、語りきれなかったあると思います。まだ使ってない、はい、まだ言及してない分野がね、はい、あると思います、はい、忘れてる分野があると思います。忘れてる分野あると思います、うん、はい、でちょっとこの時に三角関数使ったよというのをね、はい、お寄せいただきたい、お寄せいただきたい。はい、好きになっちゃう放課後シリーズは、いろいろなテーマやってまいりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。